1977年の若里仮上降場と周囲約500メートル範囲、下が阿波走方面、若里地区の中心から少し山間に入ったところにある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成若里仮上降場は、北海道所郡サロマ町技若里に、 かつて設置されていた日本国有鉄道有毛線の仮乗工場である有毛線の廃線に伴い1987年3月20日に廃駅となった一部の普通列車は通過した3月3日改正時点で下り一本廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であったホームは線路の西側に存在した点鉄機を持たない 防線駅となっていた。廃止島で仮上工場であり、無人駅となっていた。駅舎はなかったが、ホーム南側入り口付近に待合所を有していた。ホームはあばしり方にスロープを有し、駅施設外に連絡していた。待合所に掲げられていた、駅名板には、若里上工場と表記されていた。当駅が所在した地名より、地名は、かつて、 サロマコ畔が若里浜と呼ばれていたことに由来する。若里とはいつまでも若々しいという願望からつけられたなと考えられる。2011年時点では線路跡がはっきりと残存しているが、駅施設があった場所は熊笹が生い茂っている。ありがとうございます。